皆さんどうも、ピーマンです。今回のプロスペース実況は、各イベントで手に入れたゴールド契約書が全部で20個、そして S ランク確率 30% 契約書が全部で3つ、計23パックありますので、その23パックを開封し、何が当たるのかっていうのを見ていきますよい。ちなみに現在僕が持っている S レア選手っていうのがこちら。相変わらず2塁手と3塁手のメインポジションの S レアっていうのがいないので、まあ今回おそらく、いや違う、絶対に S ランク選手は1人は当たると思いますので、まあ、その当たる中でも2塁手と3塁手の選手が来てくれたら、踊り、歌い、はしゃぎ、動き、嘆き、まあ、いろんな感情を出すことになるでしょうね。じゃあ早速開封していきます。まずはゴールド契約書の方からね、一気に10パック開封して何が当たるのか。ちなみにゴールド契約書では B ランク以上の選手が当たることが確定していて、運が良ければ A ランク、もっと良ければ S ランクと当たるかもしれないんでね、見ていきましょう。いきなり来てくれたらこれテンション高くなるけどね。さあどうだ、何が来る。おお、みんなテンション高い。おお、この演出があるということは、ボールも燃えている、間違いなく来ますね。さあ何が来る。 S ランク選手割れた。まずは B ランクの原口、いやもうこれ方法確定ですからね。まず1人目は B ランクですね。いきなり来るか。そして2人目、B ランクの中村武也、3人目、 B ランクの糸井、4人目、B ランクの小野。なかなか出てこないもんだね。いるのは分かってるんだけどね。5パック目、B ランクの西川と、まあ、最初の5パックはもうこれで終了ですからね。後半にいるということなんでしょうか。6パック目、 B ランクの田島、7パック目、ここできた、カラスティヤクルトのね、 A ランク。いやこれじゃないですよ。これじゃない、本番はこれじゃない。この後にもっとやべえのがいるから、間違いないから、見てて。まあいいんですけど、この選手も持ってないですから、そこには喜ぶけどね。次が本当のメインだ。きた、フォー、浅村、イエイエース、二塁手だ。そして2018シリーズ2ってことは最新のやつだね、最近出たやつだ。よーし、 FA 宣言してたどり着いたのが俺の球団ってこと、最高です。もう誰、まだまだ喜んでいたいんですけど、まああと2人いますからね。でもこれでお釣り来たわ。あとのパック開封しなくてもいい、全部 B ランクでもいいくらいの気分なんですけどね。まだ他に当たりがいるかもしれませんので、次見ていきましょう。9人目、 B ランクの原口で、最後10人目、まあ、レアードで終了ということで、いやもうええわ、なんでもええわ、もう本当に浅村くんが来てくれたのでこれで十分じゃないっすか。もう最高すぎる。もうごめん、今夜は俺歌うし踊るしはしゃぐし怒るし、もういろんな感情をぶちまける一日になりますよ。俺の家の近く来てみて、すごいはしゃいでるからね。いやー、ゴールド契約書手に入れててよかったって本当に心の底から思いますね。いや皆さんお得でしょこれね。まあ、他の選手は B ランクだったりね、まあ、A ランクの選手だったりも出てきてますけど、まさかこれでこれが出てくるとは思わなかったからね。ちなみにこの浅村なんですけども、現在ね二塁手のピックアップスカウトやってるんですけど、おそらくそっちのやつじゃないかなこれね。うん、2018年シリーズ2の方で今期間限定で当たるやつが俺手に入れたってわけ。マックスね育てていけばスプリッツが2900になり、今こんな感じになりますからね。めちゃくちゃ強いじゃないですか。ゴールド契約書で今期間限定のやつとかも当たるんだね、初めて知ったわ。知れてよかったし本当に最高です、その一言です。もう正直ピークは過ぎてると思う。もうあれが峠ですよ。あれ以上の峠をまた迎えることはできないと思うんですけども。まあ引き続きね、このゴールド契約書をね、また開封していきたいと思いますのでね。さあ、これでもまた当たってくれたらほんとやばいことになるよ。嬉しさの衝動でいろんなもの破壊する破壊心が生まれるかもしれないね、この愛媛県にね。さあ、どうだ？あーでも、これ見てる感じはちょっとないかな。さっきはここでね、長打のなんとかみたいなのになってましたね。演出でわかるので、見てる感じ非常にシンプルな演出。これでは S ランクは当たらないかも。1パック目は石川。お、また石川！好きなのか俺のことがね、そんな目で俺を見つめないで。3パック目。ここで住谷、まあ、この人の FA もどこに行くのかってかなりね、動向が気になってますけどね。巨人ファンとしたらあなたいらないって感じ、ただ取ろうとしてるんだよね。4人目は茂木、5人目 B ランク川端、6人目は B ランク竹熊、
7人目 B ランク北条で、8人目 B ランク西浦、9人目 B ランク吉見ですね。ほんで最後10人目あー B ランクの亀井というわけで、いやーさっきの分が良すぎた分めちゃくちゃしょぼく見えるというか、実際にしょぼいですよ、全部 B ランクですからね。いやーまあ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 、まあ、本来こういうものですよ、なかなかそんな当たるわけがないんですから。ただ俺は当てたんだ、浅村をね。ゴールド契約書はこれで終了ということになり、次は S ランク確率 30% の契約書になります。もうこれはですね、確か A ランク以上の選手が確定してて 30% の確率で S ランク選手が当たる。もう今回は3パックも開封するわけですから、まあ単純に数字を足していけば 90% の確率で当たるとのことなので、まず3パックのうち1つは入ってるかもしれないし、なんなら3パック全部に入ってるっていうこともありえますのでね、期待してみましょう。こちらの方は1パック1パック開封していきますのでね、まずは最初の1パック、さあどうだ、何が来る、とんでもねえの出てきておくれ。おお、これは期待できるぞ。ボールが燃えて、そしてそれを打って割れろ、割れたー S、 よっしゃー、2018シリーズ2の糸原ですね、イエース。これも二塁手の選手だわ。これまで二塁手の選手一人もいなかったの、もう二人手に入れちゃったこの動画だけでね、ワオワオワオ。最初のパックでいきなり来てくれるんかい。これもね、先ほど言った通り、今現在ピックアップされている各球団のね、二塁手の中のその阪神の選手になりますね。それが糸原ですよ。まあ正直浅村の後ですからね、とびきり驚きはないっちゃないんですけど、まあでも来てくれただけでありがたいですからね。この喜びのままに、勢いのままに、次の2パック目も開封といきましょう。さあ何が来る、また S が来るか、どうなのその辺。ちょっとこれはなさそうだな。いやでもこっからの一発逆転があるかもしれない。んどうだ、 A ランクのえのきだですね。なんか阪神の後にこのえのきだが来るっていうのもなんか意味深ですよね。あの時刻発言もありましたからね。まあ、A ランク、これはもう確定しているものですね。先ほど言った通り S ランク 30% のやつでは A ランク選手は必ず当たる中で、まあ、今季西武に移ってね、活躍を果たしたえのきだが当たりました。泣いても笑っても次が最後になりますのでね、お腹いっぱいではあるんですけど、もっとたらふくに食いたい贅沢な人間、それが私ピーマンなんで、最後のパックでも S が当たることを期待しましょう。最高、来るか来るのか、 S で始まり S で終わろうや、頼むよ、盛り上がれ球場。あーでもここの時点でもう一度一発逆転はないか、割れろ、割れるんだ、割れない、 A ランク丸ですね。おいおいおい、 FA 選手で始まり FA 選手で終わったじゃねえか、これが S の丸ならもっと良かったんですけどね。 A ランク、まあ持ってなかった選手なので、それはそれは嬉しいんですけどもね。はい、これで今回開封予定のパックすべて、開け終わりました。収穫はやはり浅村が当たったこと、そしてねおまけで糸原もついてきたわけですから、もう本当に最高としか言いようがないですね。まあ、糸原の方はね S ランクの 30% で当たる確率のパックでしたから、まあ、当たることに違和感というのは覚えませんよ。まあよく当たってくれたかなって感じなんですけど、浅村に関してはゴールド契約書から出てきましたからね、本当に夢のある話で、無課金ユーザーもこれを聞いてちょっとね、なかなか当たってなくて元気のない方もいるでしょう。そういう方はこの動画をね、見せてあげたい、そして希望を与えてあげたいね。俺は当たったぞ、君はどうだとね。今回の動画ここまでご視聴いただきありがとうございました。終始テンション高くてね、うるせえよこの野郎と思った方もいるだろうけどもね、まあ、ここまで見てくれたことに感謝です。次回もお楽しみに。グググググバイ、またあおう。